まんは、ちょっとペースが早いかもしれないですけど、調子乗ったんでゾータウン、3回目ですね、動画にするの。また注文しましたので、12月27日、開封していきたいと思います。それでは、まずは、最近、T シャツ好きなんで、ロンティーですね。ロンティーじゃないな。ロンティーだけど、タートルネックの長袖 T シャツということで。あと今回着てるこの服も、ちょっと地元のスポーツ屋さんで買いました。気に入ってます。アディダスのジャージですね。で、ロゴが昔のロゴじゃないんですけど、まあ、気に入ってます。はい。ということで、タートルネック。昔はね、この首周りが、タートルネックってそんな好きじゃなかったんですけど、今なら、まあ落ち着いてきたし、今なら着こなせるんじゃないかなと思います。はい。まあ、最近もう無難にね、行ってます。黒。無難に。黒が一番やっぱ使いやすいよね。ちょっと頭が大きいから入らんかと思った。危な。ということで、あ、これあったかいわな。あったかいです。ちょっと待って。タグ切ってないからね。タグ切ってないからだけど。まあ、あったかいです。ちょっとあれだな。まあ、下に来てるからか。まあ、結構、フィット感がありますね。はい。ということで、やっていきましょう。L ね、面 100% です。はい。やっていきましょう。で、次。これね、ジムで着たいと思ってます。これ欲しかった。前から狙ってた。じゃん。ジャストドゥイット。このジャストドゥイット良くないですか？今更ながら。ナイキですけどね。ちょ、待って、これサイズ L か。L。いいよね。これ、すごいセールだったんで。ジャストドゥイットって本当にいい言葉だよな、と思いますね。OK、これで、筋トレします。はい。行きましょう。動画撮るの大変だな、これ。みんな。ようやってるわ。で、これは、何かね、ベスト買いました。これちょっと怖いな。これ、どこのベストだっけ？あ、まあ、そこじゃないな、失礼ですね。有名なナノユニバース。これサイズは？サイズ L。まあ、黒で、やっぱ生地もいいですね、これ。結構価格も、9900円って書いてます。ちょ、セールだったかどうか忘れましたけど。ベスト、ちょっと欲しかったんですよね。これ、ちょ待って。ちょ待って。これ、ちょ、T シャツには合わないけど、まあ、いいでしょう。ちょっと大きいかなと思ったけど、多分、いいんじゃないですかね。これちょっと、バックトゥーザフューチャーみたいになっちゃったけど、しようか。ベスト、まあ、いいでしょう。ちょっと T シャツの上に着るもんじゃないけど、まあ、高いな。まあ、多分大丈夫だと思う。多分ね、ナノユニバースだし、いいでしょう。そしてこれ。これね、ADRER。なんか YouTuber の方がモデルやってるやつ。で、セールにはなってないんですけど、この
この方の分は結構生地も多分なんだっけな、綿だったっけな、綿だと思うんですけど、最近これ流行ってますよね。昔も流行ってたと思うけど、このハーフジップで特徴的なのはここ丸いんですよね、このチャックが。なんかおしゃれだなということで、グレーですね、黒じゃなくて。これいいんじゃないかな、スウェットみたいな素材で。ちょっとあれかで、まあでもゆったりめだな。いやまあいいか、スウェット、ああスウェット生地だねこれ。まあラフに着る感じだったらいいんじゃないかな。ちょっと大きめだけど、大きめだな。まあラフに着る感じにはいいでしょう。下がちょっと細身のパンツでラフに着るという感じでいいんじゃないでしょうか、多分。で、これに合わせるのがこれですよね。しつこいですよね、このネタ。黄色ベルト、はい、失礼しました、すいませんでした。ということで、まあ、これ合わせてみようか。このベストこれに、これ合わせて変だったら失敗ってことですよね。多分このファッションおかしくないでしょ。ちょっと待って、タグがついてるけど、お、これどうなんですか、これようわからんけど、どうなんでしょう、これ。あ、いいんじゃないですかね、多分このファッション良くないですか、いいんかな。ファッションが最近もうわからんくなりましたけど、いいでしょう、あったかいわ。ベストって難しいね、おしゃれだけど。ということで、今回のゾゾタウンでした。ハーフジップなぜか流行ってるから、このハーフジップ明日着るかどうかは分かんないけど、明日忘年会あるんで、ちょっとおしゃれして仕事納めして忘年会行っていきたいと思います。お疲れ様でした。また来年もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは。